コスモさんは、長野県上稲郡飯島町と木曽郡大桑村に、またがる、標高2614メートルの山。北には、南駒ヶ岳。南は、奥年上岳へと続く、木曽山脈南部の主猟線上にある。別名がコスモ岳。周辺の木曽山脈の山域は1951年11月22日に、 長野県の中央アルプス県立自然公園に指定された。山頂の南にある南コスモ山から北側が鉱山帯で、その南側が鉱山帯となる。両線一帯は、両家編成帯に属し開白色の稲川、素粒加工線緑岩で構成されている。山頂には大きな加工岩の岩と山東三角点がある。 山頂付近は風化した、砂基地の森林限界で、青の菅桜、岩爪草、東薬林道、姫薄雪草などの鉱山植物が見られる。その下部では、新葉樹林にだけ看板などが混じり、林底には、熊笹や鉱山植物が分布している。肺末に覆われた山の上部はならだかな、女性的な山陽である。山頂は、見晴らしが良く、東に、 赤石山脈とその両線越しに、富士山、周辺の中央アルプスの山々、西に、白山、御岳山、乗倉岳、穂高岳などを望むことができる。日本三百名山を呼び、新州百名山の一つに選定されている。コスモ山へ登るには、多くの峰を越えていかないとたどり着けないということから、この名がついたという説がある。 木曽山脈主猟線の重走路の他に、稲川と木曽川の双方からの登山道がある。積雪期には、両線で、東の稲川に雪碑が張り出すことがある。中央アルプス重走ルート山頂は、中央アルプスの主猟線にあり、南北の重走ルートとなっている。北から南へ、宇津木岳から、南駒ヶ岳仙外霊コスモ山から、南コスモ山から、 奥年上岳安平寺山、すりこぎ山などの山が連なっている。中央アルプスの重装路は北から南コスモ山までは整備されているが、南コスモ山より南は昭和30年代に大規模に樹木が伐採されてから深い笹やぶに覆われるようになり、登山ルートが不明瞭であるため熟達者向けのルートとなっている。このため中央アルプスを 北から重走する場合、ヤブ山に近い南コスモ山から安平寺山までのコースを避けて、コスモ山を重走の終点とする人が多い。稲川ダムからのルート山頂付近の鉱山帯には、東薬林道などの鉱山植物が自生している。山頂から西の伸びた東ミ尾根に登山道がある。稲川ダムの先の傑作、沢林道の福千葉橋に登山口がある。 コスモ山振動は、大桑の次回により、1979年に完成した登山道である。途中に、下の水場と、上の水場と呼ばれる水場がある。上の水場から、先の登山道は、白びそや、小滅がなどの背の高い信用樹林帯で、福土地山の北斜面を巻いた先の福土地山と、コスモ山の安部にコスモ小屋がある。小屋からは北側に、 南駒ヶ岳を望むことができる。新葉樹林帯では、岩内は、御前立花、尺ゲげ、鳥かぶと、バイカオーレンなどの花が見られる。1992年に、大桑村が、コスモ避難小屋の隣にコスモ小屋を建設し、入山者が増えている。麓の大桑村では、コスモ山村民登山が行われている。与タ切渓谷からのルート、 飯島町の長野県道220号千人、塚公園線先の林道に、中央川避難小屋がある。周辺には、塩路平良自然園がある。その先に、中央川沿いの与田切渓谷の登山道がある。このルートは、大正時代に、麓の青年会により開拓が行われた。鴨鹿落としと呼ばれる難所などには、はしごや鎖が設置されている。 コスモ山と南コスモ山との暗部の基礎山脈の主猟線の重装路に合流する。中央アルプスの友人の山小屋は完全予約制となっている。駒形県長城3層にのみ、キャンプ指定地がある。最寄りの山小屋はコスモ小屋である。袴越山と浦川山との暗部には1959年に建てられた旧阿比良路避難小屋がある。 基礎山脈主猟線の南部に位置する。山頂からは、西南西に尾根が伸び、西南西 1.2km には福土地山がある。山頂の南 0.6km には南小モ山があり、西北西 7.0km には糸瀬山がある。東の稲谷川の上空から望む基礎山脈と基礎谷の西奥は、 御嶽山と日田山脈西側の消臭山から望む中央アルプスの周辺の山、右端側のコスモ山付近が基礎山脈の森林限界の南限である。基礎山脈の主な山は基礎山脈を参照。稲川ダム以下が源流となる河川で太平洋へ流れる。山頂の 5.9km 西には関西電力の稲川ダムがある。ありがとうございます。